小中学生がゴールではないと。グリップですね。グリップはやっぱり包丁に、コンチネンタルグリップで握ってください。幼少期の頃は、どうしてもやはり軸足に乗れないとか、地面からの力の連鎖が少し弱いですから、後ろ足をできるだけ早く入れてスイングする。このポイントをしっかりと押さえながらボールを打たせてください。ストレッチステップから中に入ってリターンする。インパクトは前足の横が力が入りますので、ここでボールを捉えます。やはり重要なのが軸足である後ろ足をしっかりと前へ持ってきて、体幹をボールを使って打つということ。ボールの後ろに後ろ足を入れる、ストロークを打つ際に非常に必要な練習になります。子どもたちを常に我々は観察をして、その子どもたちの様子を常に見ながらアドバイスを送る。毎日毎日を大切にして頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございます。詳しくはこのムービーの下のもっと見るの欄の中にある URL をクリックしてください。